さあ高見沢さん、はい、もう逃げ隠れできません。できませんね。ついにあなたにとって、はい、歴史的な一日が始まろうとしてます。大丈夫ですか？もう 2,3 日このとこ手つかないですか？レコーディング僕もね、あの体験があります。そうですか？一番最初はあの楽屋とかで、ゲロを上げてました。あ、そうなんですか？本当にこういうことはしたことないもんですからね。どこ見てるんですか？え、どこ見ないのか分かんないですよね。キリってキョロキョロしてる。なんか僕になんか目が訴えてる。え、訴えてます。なんとかしてって。手が開かってるのは分かんないですけど。それ空笑いでしょ。はい、そうです。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。なぜあの僕だったんですか、高田さん？それをね、聞きたいな。いや、僕はね、テレビを見ていて、高見沢さんが、ゲストの方と二人で話してるのを見たかった。僕は今気持ちとしてはお茶の間にいる感覚で、いながらにしてお茶を見たい。見たい。君とそのゲストの方のトークっていうんでしょうか、あるいはその見つめ合い、見たいですね。いや、僕は見たくないですけどね、あんまり。特にゲストの方が無口な方だと、見つめ合ってるだけで終わっちゃうでしょうね。それはそれでいいですよ。いいです。素晴らしい、画期的な番組になってますね。沖縄ってさ、やっぱりほら、いろいろ食べ物も独特のあるんだけど、はい、うわ、笑ってる、何笑ってるの？綺麗な顔ですよ。いや、本当に綺麗な顔だと俺も思うよ。吸い込まれそうだよね。綺麗な顔です。綺麗だよ。今日キャッチもついてるし。女の人みたい。本当だね。いや、男なんだけどね。お父さんいくつ？お父さんは47とかですね。同じ年だ、僕と。47歳なんですか？もっとちょっと下だけどね。肌、こう、綺麗肌、お父さん。お父さんですか？いや。綺麗な顔してる、こういう感じ。とっても綺麗な顔してる。本当に。お父さんと比べられない。でも高見沢の顔に見入っちゃってるよ。とっても綺麗な顔。スウェーデンから来てるからね。わかります。王様って言われるのも。笑ってるぞ、みんな。そう。うち白い馬に3匹いるんだろ。ね、この子、君の顔じ。綺麗だな。綺麗、とても綺麗。だけど、とても。あのね、そのとても綺麗なっていうのが、すっげえ笑ってるからな、すっげえ。とても綺麗なお顔だなっていう。あんまりこういう顔見たことない。ないですね。ない。すいません。みんな口を揃えて、ないって。沖縄にいない？いないです。いない。こういう顔じゃ初めて見る、今日生まれて。16年間。学校でもいないんですよ。いないの？いないです。綺麗です。とっても綺麗。え？鼻がすっごい綺麗。ありがとう、はい、ちょっと照れくさいな。お母さんとお父さんスウェーデンの人なんです。いや、全然日本、日本、もう全然日本人。お父さんスウェーデン人です。違いますよ。違うの？普通の人なんですか？普通の人。スウェーデンもでもこんなやついないんじゃない？スウェーデンはどっちかというと背の大きくて、やっぱ金髪で、みんな背が高くて鼻筋が通ってるて、もう通ってますよ。今の人なんで金髪鼻筋通ってって、スウェーデンじゃん。じゃあ困ったな。北欧系は地毛なんですか？地毛、地毛、地毛。もうだからこの髪の毛の、ああ、いや、染めてる、染めてる。そういう意味ね。あ、そういう意味でか。うん、僕のアメリカだ。裸です。え、家では裸なわけないな。いやいや、普通の、やっぱり。すいません、家で裸ですか？俺が裸なんですよ。ある日って言えばさ、やっぱりそれ、それこそ俺たち、あの、前々回言われたように、はい、一応さ、ミュージシャンだよ。一応。ね、ある日っていうのは、笑いのさ、あのグループたちゃうんだよ。違います。ね、僕は昔若い頃に、君たちは音楽じゃ無理かもしれないけど、はい、お笑いならブレイクするよって言ってた。何かで売れるって、何かで売れるだろうっていう、はい、あのおかげさまで音楽でもブレイクしましたが、はい、やっぱミュージシャンなわけだからさ、はい、ちょっと3人でハモとかなんかちょっとさ、はい、そうだよ、お前そういう時にすげえミュージシャンだったよね。ミュージシャンってのはそういう時に、ああやろうや、やるんだよ。自分たちの歌でいい。何でもいいよ。何がいいですか？ちょっとさ、ちょっと洋楽の方がいいですか？え、何がでもいい。え、 This boy、 This boy でいいよ。 That boy、 That boy took my love away, he'll regret it someday, but this boy wants you back againうまいじゃない。いいですか？うまいじゃん。
うまいですか。こういうことを楽屋とかでやったことあるの？やってるの？しょっちゅうやってましたね。最近やらないだろ。やらないですね。最近やらないですけど、昔はもうずーっとやってました。楽屋とかね、だから同じ楽屋にいる人に怒られたことあります。うるさい。うるさい。学校でもそうでしたもんね。あの、お皿とか飛んできました。体育会系の学校の頃から怒られたのうるさい、ね、あのもううるさいっつってね、うん、食堂の食器が飛んで、まあ、今の曲結構バラード的です。あの頃やったのサザンマンとか。そうだね。でかい声ですよ。ちょっと飛んでくるんですよ。君ら声高すぎる。声が高い。君声高いよね。君もね。いや僕は大したことない。いや確かにありません。見かけと違って。いや見かけと、いや桜井って見かけと違って本当にいい声してんじゃん。いい声ね。嬉しいような悲しいような。いや、いい声してますよ。見かけはあるんですよね。高校時代からね。もう桜井の声ってやっぱすげえなと思うもん、ね。通っちゃうしさ、バーンって。でもあんまり高くなかったんですよ。そうなんだ。で高見沢がすごく高くて、うん、で高見沢が作る曲が徐々に徐々に高くしてくるんですね。そう思うね。でメリーアンの頃はまだそうでもなかったんですけど、ホチダのディスタンスでこんなに上げてきて、うん、でずーっと上がってきて知らないうちに 2度以上高くなったんです。そういうさ上の方にトライする曲ばっかつくんだよね。大体そうなんです。あと嫌なのは店長だな。店長変拍子の多いことね。もうストレートに行けや今日1曲ぐらいと思うんだよね。そうですね。必ず感想は転調しますからね。転調で必ずあの坂崎のアルペジオみたいなのが出てくるんだよ。必ずギターが出てくる、ね、必ずアコギが出てくる、ね、いらねえって言ってんだけど。いらないと僕がいなくなっちゃいますから。そういう曲があってもいいと思うんだけど、必ず出てくるの坂崎が、うん、ある日って高見沢がリーダーなの。そうです。はい、もともとはなかったんですけど、最初坂崎はリーダー、初代はリーダーが変わっていくの、はい、不思議なグループだよね。それも。でも創立者はこの人なんです。でも一度もリーダーになったことないんですよ。幹事長までだな。幹事長ぐらいまで。幹事長ぐらい。幹事長やってるの。バンドの幹事長やってどうするんだよ。幹事長。次は俺だろうなと思ってたんですけどね。不信任案出ないんですよ。なかなか出ないですね。ということでですね、はい、知らないうちに始まっちゃったんですよ。高見沢俊彦の何これ。フォーチュン。フォーチュンテリング。テリング。テリングです。占い中には簡単ですけどね。ああ占い。ちょっとこれをですね、はい、お三方にやっていただく。今日は心理ゲームにしました、はい。巨大彗星が地球に衝突寸前。巨大彗星地球、はい。人類の命もあと数日、はい。その時、あなたはどうするか。まず1、信心深く神や仏に祈りを捧げる。うん、平常心を保ち、普段の生活を続ける。うん、あ、ちょっとバックグラウンドミュージック欲しいね。はい、地下シェルターを購入するなど助かる実を、模索するですね。4、どうせ死ぬだから、好きなことをしまくる。4、どうですか。じゃあ桜井さんどうですか。さあどうしましょうね。1ですかね。1、信心深く神や仏に祈りを捧げる。はい、はい、ただの時は、うん、1は絶対ないですね。うん、畑は2か。うん、2ですね。2ですね。拓郎さんは。僕はもう3ですね。3ですか。うん、しかしてるか。俺だけでも助かろうとしますね。金に物言わして助かろうとそういう時に限って金なかったね。もう地球上で最低の人間って言われても構わないから。これは普段綺麗に見える彗星はあなたの大切な人の象徴らしいですね。大切な人の象徴。はい、その彗星があなたに牙を剥いた。ということは、つまりこの結果から、恋人や結婚相手に自分がですよ、浮気がバレた時の、うん、あなたの行動パターンが読み取る、うん、っていうことですね。なんか浮気がバレシェルターを買ってなんとか助かろうとする当たりだよ。でその裏側にあるあれ、うん、まず4を選んだ方いませんから、どうせ死ぬだから好きなことをしまくる。もしねテレビ見てるから選んだ方はこれ逆切れタイプで開き直っちゃうから、はい、追求されると浮気の何が悪いとケツをまくるあなた、自分勝手もほどほどに。高見沢はどれだったの。え、4。4だろ。高見沢は4なんでしょ。そうですかね。ちょっとどうしていけないんだよ、浮気がバカ野郎って言いそうな感じだね。まあそうですね、うん、そうですねってことなんですけど。で桜井、はい、1ですね、はい、これは素直に謝るタイプ。気が弱いあなたは、はい、
気が弱い当たってる、はい、俺言ってもなんだけど、バレてもいないのに、はい、自分から浮気を告白当ててる、当たってる、当たってる、当てる、そうか、高崎、はい、これも当たってますね、はい、あなた平常心を保ち、はい、日々の生活を続ける、うん、白を切るタイプ当たってるじゃない、今日すげえ当たってる、当たってる、当たってる、このコーナーやってね、うん、初めて当たった、うん、当たってる、一つも当たってないね、これ、あ、そう、当たってる、当たってる、で、3番ですね、素直なんだね、僕だって地下シェルターを購入する8から実を、もさす高尾さんですけど、その3の人はジタバタあがくタイプ、あがく、高価なプレゼントを控えに立ってる仲間、あのさ、許しを請うなど、許しを請います、問題収拾のために金銭とかあらゆる手段をでも証拠はこういうのない、努力をするけど懲りない、これ書いてないですけどね、なんか買ってあげるって言うんですね、買ってあげる、マンション買ってあげたり、これさ、実はですね、はい、モーニング娘。という実態っていうんですか、名前はもちろん知ってますし、はい、知ってたんですけど、一体どのような方たちがっていうのは僕は全く、高尾さんは何度かね知ってるらしい、そうですね、お会いしました、はい、はい、で、ある某ね、ミュージックステーションという番組で、あの、たまたま僕が出た時に、そうです、初めてでしたよね、その時にリハーサルで僕が座ってた時に、プロデューサーと話してた時に集団がわーって来て、僕の前をこうね、挨拶もせず通ってくるんですよ、嘘、ええ、そうでしたか、あ、いいんですけど、それはよくあることですから、いや、おはようございます、いや、どうもどうも、その時、このプロデューサーに、これ誰、このことに、何言ってんですか、これがあのモーニング、あ、そうなんだ、ということでですね、その実態を認識したんですけど、好きな男性のタイプが男男していない軽薄そうな人、ちなみに髪の長とか嫌い、それがですね、悪かったな、それがですね、あの、私そう、確かに取材の時に髪の長い人はちょっと苦手ですって言ったんですけど、うんうん、今日の高見沢さんの髪型はすごい好きです、うん、また本当、ね、本当なんです、すっごく今俺嬉しかったよ、今日は、うん、勝手にやれよ、2人で今日柄が好きなんですよ、今日好きなの、今日柄でしょ、うん、で、私の一番好きな色は紫なんですよ、うん、あ、そうなんだ、本当に、いや、でね、うん、この、私髪今短いんですけど、うんうん、伸ばして、そういう髪をするのがね、今ね、うん、夢なんです、そうなの、本当に、夢の髪をしてるわけ、俺はもうね、で、高見沢さんはテレビで見るのも素敵ですね、うんうん、どうも、ありがとうございます、いや、あの、素敵、グー、グー、グーです。高見沢、グーだよ。パンパンって。それではじゃあ中澤裕子さんの新曲ですね。はい、悔し涙ピロリ、ピロリじゃねえよ。ピロリ、ごめんごめん。ごめん。ごめんごめん。これはまだ演歌以前のも話になっちゃうよ、今度。ピロリ、ピロリ。ピロリ気になる。ごめんごめん。カットカットね。改めて、中澤裕子さんの新曲でございます。はい。はい、悔し涙ポロリ。最近ハマっているもの、アキナ、カツ丼、はい、すごいな、カツ丼好きなの、カツ丼大好きなんですよ、パーフェクトだね、すごくね、もう、はい、丼系が好きで、うん、お父さんも好きなんですよ、好きなんだ、はい、カツ丼俺も大好きだよ、カツ丼、やっぱりですか、やっぱ合いますね、愛はカツ丼だもん、やっぱりですよね、そうだよ、この番組は大人と子供で愛を語る番組なんかカツ丼だよね、やっぱね、カツ丼ですよね、カツ丼だよね、うん、光はハリーポッターと賢者の石という本、はい、あ、これ最近ちょっとね流行ってる本だけど、流行ってますね、どんなところに惹かれる、あれ、なんだろう、結構哲学チックというかね、なんか、うん、魔法使いみたいな、うん、なりたいんですよ、魔法使えたらさ、何何何したい、何したい、例えば、なんか総理大臣ね、そういうんじゃなくて、魔法使えたら俺を、ね、眠らしてしまって、寝てる間に何かしちゃおうとか、そういうの言えよ、カロさん、カロさん、もう夜も更けてきて眠いんだから、なんか盛り上がる話してよ、頼むよ、総理大臣なんかならなくていいから、プライベートで卒業したいこと、これはすごいな、アキナ、歯磨きと洗剤を間違えること、はい、洗顔ですね、洗顔だよな、はい、え、洗顔を間違え、歯磨きと洗顔、はい、それもかなりおかしいなお前そうなんですよ、うん、朝とか起きるの苦手 で、うん、で寝ぼけて顔とか洗うんですよ、うんうん、で、あの歯磨き粉と、うん、
こう歯磨き持つじゃないですか、うん、で似てるじゃないですか歯磨き粉と、うん、洗う洗顔で形が似てるんでこう取ってこうやったら、うん、なんかツルツルするんですよ、うん、あれとこうやって見てあまたやってしまったっていう感じなんですそれね俺もよくあるんだよもうとてももうやばい結婚しましょう磨いてるとさ、しろよもう磨いてたら、ブク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 泡が出てくる、まあ、気がつかないんだよ気がつかないんですよ結婚したとスウェーデンのことハーフが生まれちゃうんだからさっぱりしないうちに、ブク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 だけど蚊になっちゃうんだ、すごいってびっくりだよ気が合う二人で結構でした記念の贈り物はいわば愛する人の分身です実はあなたがもらいたいというものであなたはが心の中で本当はどんなボーイフレンドを求めているのかが分かってしまう写真誰もいなかったねあいたか2人ですね写真を選んだあなた、見た目のかっこよさが、ボーイフレンドを選ぶ最大の決め手少々性格や頭が悪くても顔立ちやスタイルが良ければすぐカバーできると思っていますいませんかいやそんなんじゃないですよ外れてるじゃああなた自身、自分のルックスに相当自信を持っているナルシストタイプである、ショック違いますよ違う外れそうかいやいや外れてられても困るんだよこの人は昔ブリティッシュエアウェイ一緒に乗っててですねでなんか夜人の昔ね、うん、ロンドンからの衛星生中継にいたみたいな、うん、それはないだろその話はそれはあんたが悪いんですよほらほら認めてるじゃないそれはないだろってことはそれは違うんだけどあのね、うん、ファーストクラスとか乗っけてもらったわけでしょ、うん、フジテレビの仕切りで、はい、それであファーストなかったんだっけないよそうかビジネスクラス新クラスかなんか乗ってたんだ、うん、そしたらまず桜井が酒飲みだから、うんベロベロになったわけですよで桜井さんベロベロになって俺が前にいて俺もベロベロになったんで、うん、桜井さんと俺の座ってるシートの背もたれの間に座り込んだんですよあそれで目の前で俺は桜井さんの股間が目の前にあるんですねで股間を目の前にして2人でずっと酒組まして通路側が高見沢だったあっとねもうまずね桜井酔っ払っちゃってねそれでシュワデスさんにあの今フライトアテンダントって言わなきゃいけないんですね、うん、フライトアテンダントさんにちょっと姉ちゃんあのさなんかほら買いたいんだよあの機内の買い物って何がよろしいですかってねもうおっさんになっちゃってダンヒルの財布欲しいんだよってでおいくつぐらいっつってストック見てまいりますあるだけでしょみたいな来たら高見沢桜井いい加減にしろよそういう言い方あのあれだけで結構ですのでとりあえず持ってきていただけますかってものすごく優しくソージェントルの態度を取って、うん、そのちょっと綺麗系の塩ですがスーッとストック見に帰ったら、うん、あのお姉ちゃんもお姉ちゃんだよなとか俺らに話してますよ言ってないってで俺向かっぱら立ってきてでも高見沢いいとこ取るにも程あるんじゃないですかそれはね高見沢教で二の線分かるけどなんで訂正しといて俺らの仲間入るわけなあ桜井さんとか言ってまたやったそしたら女性来たら今度はねまた桜井が何歳だっけなんてボールペンねえかな親戚の子供にやりたいんだよ桜井もすごいすごいんですよなんかレミかなんか飲んじゃって何を言ってんだろボールペンねえかなもう30本ねえのねえなら作ってよみたいな話昔バブルの頃に青山のコムズギャルソンでね時計屋の親父が買い物してるみたいな半袖ねえのこの水玉愛人にやるんだからねえなら作ってよって上着回してるの見たことあるんですけどもうそれとバブルの頃の土下座になってるわけよ桜井がそしたら 俺も一緒になって30本はないはないでしょブリティッシュエアウェイとか言ってたらお前らやめてくれよとか言って公序良俗を乱すとか本当に申し訳ありませんまあ僕がちゃんとなだめますからとか言ってもう持ってこないと結構です買うかどうかも分かりませんからとかでも一応なの結構ですどうぞ業務についてくださいとか立ちなめてでも女性がスーって言ったらまったくよとか言うんですよあの変わり身は尋常じゃなかったいやあれは君らがうるさかったから周りの皆さんにもご迷惑かかると思ってこう言っちゃうやんなきゃまずいじゃん、うん、まあそういうこともあるわね今日はですねミュージシャンの高嶋ちさ子さんを、お迎えしましたけどなんかこう写真集を出すそうですちょっと待って聞いてないんじゃ話びっくりした私写真集出そうっていとこが、うん、ものすごいアルフィーのファンでそうなのそれでなんか聞かせてもらったりして、うん、すごい
B面コレクションとかのあるじゃないですか。かなりマニアックな人ですよ、それは。相当マニアックな人。B 面コレクションなんですよ。それで結構なんて言うんだろう、恋愛の歌がすごい聴きたいなとかって思ってたんですよ。で、かなり暗いのとかが好き で昔の方ですごい暗いのとかいっぱいあるじゃないですか。ありますよ。女の人が自殺しそうな歌とか、子供心にはすごいショックだったんだけど、すごいそそられて、それで、かなり前ですね、それは、アコースティックのナンバーです。はい、容疑者とか、すっごい知ってる。容疑者、もうなんか手首の傷さえ、なんか今は誇りですよみたいな歌なんですけど。何だ、詩書いたの？うわってものだな。すごいわ。何？それを帰国子女が、そう聞いて、これはいいやって日本の、そうなんか、私に言われてこう来るもんがあるって。そうです。なんかその時のなんかベスト10とかそういうの結構なんか、なんか勇気を持って頑張ろうよみたいな。多いんですよ、勇気持って。負けないでとかね、勇気を持てとかね、明日は必ずやってくるとかね、多いんですよ、すごく。でもなんか言ってるんですよ、俺臭すぎるって。ありますね、確かにね。ああそうか、マイケル・ジャクソンのとかマドンナを聴きながら来て、はいはい、日本に帰ってきた時に金銭に触れた容疑者、はい、容疑者触れましたね。そうだったとしたら、はい、容疑者のですね、じゃあイントロ今流しましょう。こんな曲なんですよ。すごい好きだな。テレビ50年ぐらいやってるね。いや、そうです。先週に引き続きお送りする T2 名古屋ツアー、今週は拓郎さんが名古屋国際会議場センチュリーホールで行われるジ・アルフィーのコンサートにいよいよ潜入。皆さんこんばんは、 T2 ショーです、今日はですね、名古屋に来てまして、人のコンサートなんか絶対行かない僕がですね、今日は名古屋まで足を運んでアルフィーのステージを何十年ぶりで見てみようという、本当にどんなステージなんでしょうか。開演15分前、しかしまだジ・アルフィーは現れません。さらに本番の10分前なんですが、まだ来ません。ということは彼らはここでくっちゃけてバカいとそのままステージ行くという、いかにもアルフィーのステージ、一応ですね、6時開演の9時過ぎまでやるそうですが、僕は大体の8時過ぎには帰ろうかなと思って、僕はあの誰のコンサートでも早めに引き上げて、でみんなはこう歓迎する意味での場所をちゃんと押さえるっていう仕事があるんです。忙しいんですよ、何かと。早く来てもらいたいと思うんですけど、来ません。架空のテレビ番組のインタビューとも知れず、拓郎さんの待つ控え室に向かう坂崎さん、桜井さん。もちろん拓郎さんが名古屋へ来ていることはこの二人は知りません。早く来てくれよ。もういや本当にね、もう5分前だよ。そんなにファン待たしちゃよくないよ。俺だったら今頃トイレ 2,3 回行ってるな、こう緊張して。あんまあ、こんな時もギター持ってるから、坂崎。そしていよいよ控え室に入る2人、ドアの向こうに拓郎さんがいるとも知らないで。あれあれあれ何あれ何あれ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 何してんの、名古屋だ、ここ知ってますよ、俺は袋の墓参り。何してんの？拓郎さんが嬉しいな。今日コンサートやんの？そういえばそのコンサートもう5分前だけどさ。などうなるの？あ、お待たせしてしまいまして。5分前だよ。これやんの？やんの？できたらさ、8時半に終わりたいな。あ、無理ですよ。え？もうめちゃくちゃ喋ったりギャグやんないでさ、今日はさっさ食事2、3分飛ばせるもんね。いや、スピードやりますよ。俺8時半にさ、あのここ出るから。なんでだよ。打ち上げ会場で待ってる。もう店を抑えてあんだよ、今日はお前3人、4人でシュチ肉林。そこから生きてんの？はい。今ここに来たんだけど、はい、変わんない顔してるなと思って、どの写真も。どの写真も。変わんない。うん、表情がない。お前表情が全部同じだね。右向いても左向いても。なんかないの、笑顔とか。笑顔とか。こんな難しそうだったっけ。コンサート始まんのに、コンセントレーションビビないよ。本当にやろうよ、コンセント。あったよ、もうあと5分だよ。あとじゃないよ、もう過ぎてる。まずいよ。始まりにさ、なんか寄せのチンチクトンとってたから、どうすんのお前。俺が一番辛いから一番辛いわ。お前、一曲目さ、それで笑ってていいかと、あいつが。
酒に遊びの出ていいよ、これ一曲目、それででかい声だ。これでいいの？もういいんだよ。はい、先生、ください、先生、ください、ください。これは無理だわ。俺なら嫌だ。こんな環境で音楽やれない。無理だな、今日は。おそらく最低のステージになるだろうな。なやかなさん、ごめんなさい。今日は良くないと思う演奏は。ダメだ、あいつら。一回叩き直してくるから、出るから。うん。それじゃあ、8時半には出るから、俺。そして、いよいよコンサート開始。1000名を超えるファンはオープニングから総立ち。オープニングの曲はウェディング姿の王子のボーカルでロンリーハート。始まる寸前にですね、取材がある名古屋テレビの、DJ で板垣亜太郎さんという方がですね、うん、訳の分かんない番組名言ってました。で、まあしょうがないよ、夏のイベントの宣伝にもなるしと思ってね、シングルの宣伝にもなるしと思って、いつも通り本番前のインタビューを受けに3人で行ったんですよ。で、インタビュアーさんがいる楽屋をパッと開けましたら、吉田拓郎さんが天むす食ってるんですよ。何やってるんですか。なんかお墓参りに来たとかなんかわけのわかんないです。名古屋の墓なんかあるわけないじゃないですか。おかしいなと思ってパッとスタッフ見たら T2 ショーのスタッフがいるから。おかしいな。名古屋でもあったけども、あ、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。どうぞ、どうぞ。これからすぐ歌うっていう直前に。そうですよ。それよくも拓郎さんが突然。ね、二人は全然知らない。知らないで騙されました。高見しか知らなかったんですよ。そうですよ、うん、事務所ぐるみで騙されました。もうね、あれで、あのテンションで、うん、即ステージへ行って、うん、1曲目演奏して、しかも俺、びっくり、1曲目高見沢がウェディングドレスみたいなの格好してて、ああいうテンションをいきなり1曲目が作るの大変だね。あの直前まであんなバカなこと言ってて。そうですね。いや、よくやりましたよ。高見沢さんがいらっしゃってますからね、いつもにない緊張が。僕は初めてですからね。そうですね、そういう意味ではちゃんと見るっていうのはいつも、うん、お互いにベロベロの共演してましたけども、はい、アルフィーのコンサートを見た感想などはいかがな。感想一言、はい、濃い濃い濃い。もう途中にドリフターズあり、ベンチャーズあり、どうしてそのドラムスティックのギャグを持ってくるんだっていう。俺は倒れたよ、あの瞬間。そうですね。特にプロデューサーがあの辺からビール飲み始めちゃったから。え、何ビアガーデンどうですか。いや、まあ、高崎の喋りも長いのなんの。俺最近であんな長いの聞いて聞いてたな。あいつはもうね、止めどなく長いんだよ。ですよね。こんなこと言ったらアルフィのファンは怒るかもしれないけど、アルフィのファンっていいやつ多いよな。いや、もう日本一だと思うんですよ。だね、うん、日本一かどうか分かんないけど、日本人ぐらいでもいいです。近いものあるよね。客席のわがままがないもんね。拓郎さんとこはその点数。俺なんかはもう2、3分喋ってると早く次やれ、次歌え、何かやってると歌え、喋ってんじゃねえとかあるでしょ。大変なんだもん。あれ、高崎さん、はい、お客さんってのはステージの鏡だよね。鏡だね、うん、鏡ということは鏡。いや、本当にね、反映するよね。そうだよね。頑張んなきゃいけないと思うな。頑張んなきゃいけないなんだよね。ある日のコンサート終わりまして、ひつまぶし10杯食えました。だから天むすを2人前、ビール1本飲んで、上機嫌のプロデューサーと楽屋で盛り上がってました。長いコンサートでしたが、終わってみんなが帰ってきました。迎えしたいと思います。いやー、お疲れ様でした。みんなね、
僕の一言で感想はね、偉いバンドって俺見たことないもん。いや俺ね、高田さんもう最後まで絶対見てないと思ったの。俺もどんなイメージを持ってたんですか、僕らの二人。羽がついてるギターの人これいつもね、ちっちゃいですから、なんで羽ついてるあとね、私あのね、あの雨の日はアンブレラって歌ったじゃないですか。シンデレラは眠れないって、はい、あれで傘はアンブレラなんだ覚えたそうなんだすごい英語の時助かったの。アンブレラだよ。そうで、この間打ち合わせしてて気づいてたの、うん、なんとかシンデレラと雨の日はアンブレラと、インフンでんじゃん。そうだよなんやそれはいい感じだね。なんでえ、コンサート、アルフィーのコンサート来たことあるんですね。はい、生まれて初めて行ったコンサートがあのベイエリアの10万人コンサートですか。はい、行きました。友達に誘われて、ちょうど練習が休みで。あ、そうなんですか。はい、前から10列目ぐらいで、いい席ですよね。いい席でしたけど、どうでした。え、つまんなかったの。いえいえ、そんなことないですけど、もう二度とコンサートはいいなとその理由は、ビコーズ。もう帰りが大変だったんです。帰るのが。あ、そうですね。もう10万人でバスで、どこかの駅までこうシャトルバスみたいなので行くんですけど、順番が回ってこなくて。あ、前の方だからだ。そうですね、ちょっと席がいいから。とにかく大変でした。帰るのが12時過ぎちゃって。そうですね、あの当時まだその大きいコンサートを都内で、都心でやることがあんまなかったもんですからね、いやきつかったですね。君ら何それ何これ、普通だよな。すごいね、すごいね。どうしようかと思うよ。2週続けてたよ。桜初めてだろ。初めて。10代だよ。はじめまして。桜井、ちょっとお前絵がすごいおかしいよこれ。危ない。危ないね。店長と店長。店長。すごい感じ。贈り物。あと、心優しい高見沢王子。なんと愛する明菜の作った詩に曲をつけてあげると約束したんです。これ言い切っちゃうところは。あの坂で見かけた人は元気かな。はい、そんな時もピースだ。約束守るとこだよ俺は。じゃあ結婚をしてくれるかな。約束はしてないだろ。約束はしてないだろ。いいかな。じゃあ明菜の詩で僕が作ったピースだぜ、どうぞ。嘘だ。いいじゃないですか。すいません、はい、あの新しい新人なんですけど、はい、この曲嫌ですメンバーから反対が出てますけど。どう、もう最高。最高。はい、よかったな。それはみんなも どうよ。すごい ね, ね, ねかっこよくない。すごいアルフィーって感じ。あれ嫌だよこの後も二人の愛は順調に見えたのだが、なんかこう綺麗だったね、少し。え、これ告白？しかし思わぬところからライバル出現。未来から来た時空警察、ベッカーの小野真奈美ちゃん。すごいなぁ。ちょっと渋さも出てるじゃないですか。で、歌詞で言うと、うん、あんまりココはないんですけど、うん、ビーズ稲葉さんが大好きなんです。あ、稲葉さんね。でも、うん、私今高見沢さんに一目惚れしました。でなんかすごいよく、なんかワインを片手で持ってこうやって転がしてそうな、あ、バスローブとか。そう、そういう人にすごい憧れてて。あ、そうなんだ。渋めの男性が大好きなんです。あ、そうなんだ。とても17歳とは思えない色気を持つまなみちゃんの出現で、あきらの恋はどうなってしまうのか。何が目で見るなよお前。え、浮気じゃないですか。じゃ違う違う違う、何もないよ。だって違うじゃん。何もないよって。何もないよって言う。今が怪しいじゃない。いやだから同い年なの。え、同い年なんですけど。同い年なの。あ、そうだよな。あき、頑張れ。
だから。マスク遊びだったんだ。お前を乗り過ぎだこれは。王子の指示で突然の席決めタイム。しかしこれが思わぬことに。白い洋服にすればよかったな僕も。余計おかしいと思う。そうかな。うん。まあ、とにかくいろんなことがありますよね。多分今の嫉妬だと思いますよ。私に対する。そっか。何がだよ。ああここに隣にいないから。ああ、そうか。悔しいと思います。うん。俺の隣に来てくれ。俺の立場はどうなの？最勇気って知ってる？はい、知ってます。ね、最勇気という物語を思い出してください。みんなは三蔵法師。お供に連れて行く3人にふさわしいと思う人を今ここにいる男性の中からそれぞれ選んでください。天竺に向かうの。これはどういうフォーチュンかと言いますと、はい、天竺への長い長い旅はまさに人生そのもの、うん、その人生出会った人々の中で猿、豚、カッパという個性的な3匹で表された人はあなたが極端に特別なイメージを抱いている人たちです。つまりこの質問から分かるのはあなたがその人に抱いているイメージです。いいですか。まず孫悟空、はい、孫悟空を選んだあなたはですね、頭に輪っかをはめられ、うん、気に入らないことがあると三蔵法師に頭を締め付けられる孫悟空は一度懲らしめてやりたいと思っている人です。タクオさんだ。孫悟空をに選んだ人はあなたが一番嫌いな親父です。親父。ちょっと待って、誰だ書いたの。あ、いや覚えとくからな。アキナはそれなんだよ。浮気したからですよ。著白海を選んだの。最初感で何でも残さず食べてしまうイメージの著白海は、はい、温かい食卓の象徴。これだ、うん、そして温かい食卓は温かい家庭を表しています、うん、つまり著白海に選んだ人はあなたが結婚してもいいと思っている人です。何ですか。高田さん、高田さん、拓郎さん、高田さん、三条高田君、多いですね、高田君多いですね。三条大人気大人気です。結婚してもいい。あの番組の途中ですが、高崎ってこういう席が好きなんですよ。あるいいじゃん。結婚したいタイプ。気がつくと隣の女の子に盛りつけちゃうからね。怖いよ。こんにちは、盛り崎です。はい、次佐護城です。佐護城、佐護城ですね、佐護城といえばカッパ。カッパといえばキュウリ。おいおい、これ俺読めないよ。また高田君読んでくれ。はい、佐護城といえばカッパ、カッパといえばキュウリ。そうです、キュウリは男性器の象徴です。つまり、そことです。書いてない、書いてない。書いてなかった。ダメだもん、もう。書いてないよ、これ。いや、そこまでしてくれよな。食べるなら読んだ方がよかったみたいですね。つまり、佐護城に選んだ人は、はい、ずばり、あなたがちょめちょめしたいと思った人です。あ、タクロさん多いのよ。タクロさん二人。つまり僕は性の対象だってことだね。そういうことですよ。タクロさん結構大人気ですよ。はい、やってあげましょう。タクロさん二人です。やってあげましょう。タクロさん。ぶち抜きスペシャルでは恒例となった席決めタイム。一体、はい、今回はどんなドラマが待ち受けているんでしょうか。はい、はい、このようになりました。はい、3人揃ったね、ある日。揃っちゃってね。揃ったね。なんかこうなると位置が悪いよね。なんか、こう、収まりがね。なんかこうなったよ。あ、この方がなんか落ち着くな。収まりがいいな。そういうものがあるんだ、やっぱり。あります。ありますね。みんな変わってないやつもいるな。あ、でも、アリスはまた王様。はい。すいません、本当に。でも今週はね、かなりたくさんやりますんで。はい。それを覚悟して。はい。はい。何やるの？これでいいのか、リーダー高見沢。お出かけ大好きみたいで。チワワか、チワワって見てみたいな。え？ん？ペット来てるの？ビールです。はい。この番組、ワンコとビールっていうじゃん。すごいな。かわいい。
チワワですけど、え、チワワってこんなに、あ、チワワだ、チワワです、はい、こんにちはわなんて ダジャレ王子その2、サフロって今食べない時代なんですか？いや、あの、あんまりメットに売ってないというか、うん、あ、あのポピュラーじゃないですよね。あ、そうですか。お茶の間の皆さんにとって僕はザクロ好きなのかな、はい、吉田ザクロにします、ね、すいませんね、今日本当にうまいけどね。お下列王子、携帯電話を選んだ、うん、あなたの切り札は、うん、豆さ、豆さ当たってるな、高崎豆だもんね、はい、いつも携帯電話してなんかはしないけど、はい、エッチの時にも豆です、豆ですか、はい、足の指を一本一本これ言っちゃっていいのかおい、足の指を一歩一歩舐めてあげるような豆でフェミニストなあなたですが、今日も足の指一歩おげれつ王子その2、誰も選ばなかった、実家がお寿司屋さんという篠原智恵さん用にこんなフォーチュンを出した王子でしたが、これは一体どんなフォーチュンテリングかと言いますと、はい、つまむ、握る、頬張る、いい仕事をする、時には回転する、うん、回転です、ね、回転いいですか、うん、もうお分かりですね、うん、お寿司はセックスの象徴です。本当ですか、やっぱりそういうのなんだ、すいません、そうなんですか、うち寿司屋ですよ、寿司屋そうだよね、寿司屋だよ、寿司屋だよね、おげれつ王子その3、昨年の年末スペシャルでは白馬の誘いに女の子は何と答えるというフォーチュンで、この質問から分かるのは皆さんが高見沢王子に誘われた時に何て言うか、なんだこれは、いっちゃお前信じられないよ、もう本当こんな番組見るか俺のマジで、ことは考えましょう、これレナ、はいはい、僕に乗ってみないか、本当乗る乗る乗りたいでした。あのうちのリーダーこんなことよろしいんですか、いかんね、これ読んでるだけなんですよ、いかんよ、読んでるだけ、え、自分で考えたわけじゃない、あるだろう、イメージがあります、まあ俺はお前はな、うん、これしょうがないけども、うん、最後の砦を、そう、秘密兵器を出したらこれ毎週やってんじゃさ、デメリットだな、デメリットだよ、うん、でもあれは別にさ音楽番組じゃないな、これは音楽番組、そうですね、じゃあホルダー5の若い、ね、世代の人たちに、うん、アルフィーの印象という聞くのは恥ずかしいんだけど、でもあの、うん、会って印象変わりましたね、すごく変わりました、変わりました、これ桜井さんとか、うん、絶対怖いだろうって話をしてて、怖くない、怖くない、怖いのかなって、テレビはこっちなんだよく変わったってことよ、いい、いい、よく変わった方がいいね、アルフィーの印象って書いてある、そうだね、同人誌じゃない、同人誌じゃないですよ、印象逆から読んだんだろう今面白いね、本当にね、桜井さんは、さあ、席替えしようかな、またいいな、席替え、席替えしよう、俺ここ嫌い、なあ、せっかくこういう番組来たからどうだよ、変えた方がいいよ、うん、じゃあ席、ワルダー5のファンクテイング、賑やかだなぁ、はい、はい、じゃがじゃん、はい、またやんの、またやりますよ、うん、いいですか、はい、見えないよりしないと、うん、ジジイが、うん、てめえ覚えとるよいきます、あなたは桃太郎です、途中で出会った動物たちを嫌いにしようと思ったあなたでしたが、大事なきびだんごを忘れたことに気がつきました、うん、さああなたならどうしますか、忘れてたんだ、はい、A 鬼退治を諦めて帰る、 B きびだんごを買いに行く、 C 後でお礼をするからと言ってその場をしのぐ、 D 力尽くしで連れていく、はい、はい、じゃあ僕は D です、力尽くで連れていく、きびだんごなんかではね、なくさん連れてきます、きびだんごを忘れてるときどうします、ああ僕は C ですね、うん、C、そう、
高倉さんは鬼会場諦めて帰る。A、 帰る。高倉さんはどうでしょう。高倉は B か C。 わかりましたね。じゃあ答え C ですけど B でいいです。鬼退治は桃太郎にとって一世一大事の大勝負。その鬼退治にきびだんごを忘れてしまったということは、男がいざ勝負という時に、こういうことアイドルに言われていいのか。そんな時のあなたのパターンです。ちょうどパターンです。すいません、すいません、お話の途中なんですが、はい、ムードンコですか。何のこと言ってるか分からない。内容が何のことよく分からない。人に占ってもらってどうするんだよ。、はい、いいですか。うまいね。 A の鬼退治を諦めて帰るを選んだあなたは誰ですか。タクロさん、諦めて帰る。持っていかないなら諦めるタイプです。うん、そう。せっかくのごちそうを目の前にして後悔しまったことはありませんか。ある。あのね、大好きな女の子が目の前にいたんだけど、ある。当たってますね。それ当たってますね。飲んじゃった。帰っちゃうの。帰っちゃうの。諦めて帰っちゃう。諦めて帰るタイプですね。B のきびだんごを。それ僕でどうなるわけ。もうそんだけです。B を選んだ方は、はい、桜井さん。すぐにお店に買いに行くタイプです。忘れたことに気づいたら素早くコンビニに走るあなたは、相手への気遣いを忘れない紳士的な人のようです。紳士的だ。そうとは限らんぞ。そうでもないぞ。紳士的だ。いやいやいや、買いに行きますよね。買いに行きますよ。そう、酔ったら分かんねえよお前なんか。酔った時は私じゃないんですから仕方がないんです。酔った時は別の男だ。別の男だ。別の人格です。C の後でお礼をするから。少し余韻をください。なんかどんどんどん行かれると、なんか何がってか分かんない。せっかく今大人が余韻に浸ってるんで。もういいかな。C の後でお礼をするからと言ってその場をしのぐを選んだあなたは。犯罪だと思うよ。あれ、あけどこんなんでいいのか。そうだって言われるけど、いやでも坂崎当たってる。当たってるからさ。坂崎今自分で言ったら当たってるよ。当たってるよ。じゃあ D 行きます、はい、D の力ずくで連れていくを選んだあなたはズバリ。石井キワのフォーチュンテリング。今日は石井キワのフォーチュンテリングということで、素晴らしいですね、はい、イメージしてください、はい、あなたは昔話の一寸法師です。そして鬼退治の後、打ち出の小槌でムクムクと大きくしてもらおうと待ち構えていたあなた。どうしても打ち出の小槌が見当たりません、はい、そこでお姫様が代用として、はい、あるものを振って大きくしてくれました。あるものを振るんだろ。さて、そのあるものとは何でしょう、はい、A、はい、お椀、あるもの、 B、かんざし、 C、草履、 D、鬼の金棒。なるほど。ああ、え、代用なんでしょ、はい、だから鬼の金棒。高見さん鬼の金棒。じゃあね、お椀。お椀。お椀。すみません。これお椀を振るんですか。振るんです。そうですよ。面白いじゃないですか。お椀を振るんです。お椀を振る。なんかね、面白いと思ってね。桜井は？お前草履にしようか。草履。草履。シーの草履。草履しようか。じゃあ桜井さんは。神田さんです。パチンがいい神田さん。出揃いました。いや出揃ってない。俺何も言ってないじゃないか。太郎さんかんざしですよ。え、太郎さんかんざし。かんざし痛い。かんざしシティですよ。かんざしシティ。ダメですか。ダメみたいです。ダメだ。イエーイ。かんざしシティ。やったやった。乗った乗った。ということで、かんざしシティ。すまんねえ。かんざしシティ。かんざしシティ。ありがとうね。それでは、かんざしいたします。はい、
ムクムクと大きくなる一寸法師は男性の興奮状態を表しております。多分そうだと思ったよ。誰だってそう思いますよ。これから楽しいのはね、多分石井際が大変だっていうのが楽しいんだね。そうなんですよね。A のお椀を選んだ高見沢さん。いや、違うよ。高崎だよ。あ、高崎さんお椀でしたっけ。そうそうそう。鬼の方は高崎さん。近いじゃん。近いじゃん。お願いしますよ。A のお椀を選んだ高崎さん。はい。はいはい、お椀を捨てると、うん、あるものに似ていますね。お椀を捨てるとおっぱいに似てますね。ズバリあなたはおっぱい星人です。そうなの。はい。すぐと上を向いたおっぱいを見るだけであなたは興奮の絶頂に達します。絶頂です、はい、すぐにでもむしゃぶりつきたくなるようになってきます。あむしゃぶりの、はい、高崎むしゃぶりつきたいつにするでしょ。結構むしゃぶりたい。むしゃぶります。真相むしゃぶります。むしゃぶりむしゃぶります。宣言しました。すいません、アルミのマネージャーむしゃぶります。もうみんな酔ってますよ。いいんですかこれプロモーション。そして B のカンザシを選んだ拓郎さん。僕のシティです。カンザシティカンザシといえば髪の毛に刺すものですよね。そうです、あなたは髪の毛フェチです。髪フェチ。通りすがりの女性のシャンプーの匂いなどを嗅ぐのが大好きなあなた。そうなんだ。当たってますよ。当たってる当たってる拓郎さん。俺ホントそうなの。当たってる、うん、シャンプーの匂いですね、うん、大好きなの。女性の髪の毛を撫でながら綺麗な髪だねと言うんだよ。そういうふりをして自分が興奮している変態でしょう。変態これって書いてあった。ひどいな、はい、さあどんどんいきますよ、はい、C の草履を選んだ桜井さん。草履は足に履くものですよね、うん、あなたはそうズバリ当たってるじゃん。足首ヘチ。足首とこの辺好きだよな。足首ヘチですよこいつな。太ももとか好きだろお前。太ももみんな好きでしょ。太ももフェチとは言わないですよもう。そうだって女性の魅力ってのはそういうもんでしょ。だって、うん、ストッキングやハイヒールというのもそっちですね。草履って言ってんじゃねえかよ。じゃあメーカーよ。好きなの。だったら最初からハイヒールとか書けよ。表現した桜井勝を送りしていましたですね。いやおっしゃる通りだと僕も言われてね。そうでしょ、はい、理不尽だよそれは。理不尽が水記憶本当に立たないよ。でもそれは足物にまつわるなんかみんなスタッフが今頭抱えてます。どう何を使おうかとということはない。ストッキングとかハイヒールとか、ハイヒールなど足にまつわるものが大好きで、そういうものを履かせたまま、まあ、お楽しみになったことがありますか。石井さん何をおっしゃってるんですか。何ですか。何を言ってるんですか。石井さんがさ、お楽しみになったなんか言われたらもう困っちゃうな。何俺が気づくわけです。俺酔ってる気がする。酔ってる。絶対酔ってる。かなり酔ってると思います。ね、はい、僕ね、言っていい、はい、酔っちゃってる。酔っちゃってる。さくちゃんは俺全然酔ってないよ。酔ってる酔ってる。一応お前は嫌だな。まだ酔ってない。俺とお前だけだから。よし、こうやってちゃんと言っていきましょう。じゃあ最後、はい、鬼の金棒を選んだ人。鬼の肉棒を選んだ。お前酔ってるだろ。お前酔ってる。バカ野郎。お前酔ってるだろ。一番立ちが悪いですよ。はい、鬼の金棒です。はい、鬼の金棒は、はい、鬼の金棒は、うん、叩かれると非常に痛いものですよね。こんな金棒で痛めつけられたいと心の奥で思っているあなたは道具フェチです。あ、道具。はい。よかった、俺それじゃなくて。違う。女性が痛そうなアイテムを持っているだけで興奮してしまうあなた。かなりの魔女とお見受けいたします。僕？はい。あ、それはそうだね。違います？違う違う。魔女ですか？そうじゃないけど。魔女じゃない。魔女ですか？魔女ですか？いや、一回行ったことありますけど、違う。それは新潟のパート。感想を一言締めてください。もう暴走を止めるんですか？締めていいんですか？だってすげえ長いぞここ。そうですよね。うん、ほとんどねきっとね、あ、こっちがメインになるのかな。あ、そうですね。うん、え、じゃあプロモーションなんないね。頼むよ。ねえ、じゃあプロモーション最後に一言締めてくれよ。最後に一言。リードボーカルとして。はい。8月の14日、太陽は沈まない。この一言だけ覚えてください。あとはもういいです、こんなのは。大人って、大人って不条理。さよなら。王子が恋した女性たちの物語。じゃあ、本庄まなみさんの全てを探る旅に 今から向かいたいと思います。どうしよう、どんな旅なんだ。ね、旅に出ようかな。いつ決めたの旅に出ようかな。さすが癒し系ですね。もやしの栽培はやってんの。はい、もやし栽培を
高見沢親父みたいな男でしょ、気に当たらないし。いや意外とこれでね結構堅実なタイプですよ。何を言ってるの何を言ってる、堅実なタイプ。あと今まで一番怖かったこと、インド象にココナッツをあげた時腕を食べられそうになっちゃった。はい、あげた時にパクってパクってズボーってここら辺まで入ったんです、中に。うわなんかあまりにもこう綺麗な腕だったらバナナかなんかと間違えてないの腕を。ずいぶん白いバナナが来たぞ。本気で旅から降りたいんだよ。好きなタイプっていう人はどんな。そうですね、でもやっぱ目は見ますね。ああそうだろうね、目はやっぱ優しい人がいいです、うん、優しい目。優しい目どういうんだろうね、優しい目って聞いたことないけど、 なんだろう、こう優しそうだなって感じるようなね。一番行きたいところはパリとバリ。パリとバリです。バリはないんですよ。バリいいです、めちゃくちゃ。バリはね暑くない、うん、暑いでしょ。嫌なんですか暑いの。暑いのがね、でも行ってみようかな。この時は野村アナと王子のお母さんがそっくりだという噂が。あそういえば二人は似てるね少し。そう、うん、似てるね。君ら血つながってないか。いや繋がってないけどね。あ似てるね。あ似てる。似てるわ。そしてフォーチュンテリングの時決定的な一言が。のんびり屋でマイペース。 あなたには特に自慢できることはありますか。これは悲しいですね。悲しいね、はい、自慢できることはない。ないよ、彼には美貌があるじゃないか。なんて素敵な救いなんでしょう。だろ。微妙なんですよ。中部と関西の間ぐらいな感じですかね。でも近畿地方です。そうなんですよ、うん、近畿地方。あすいません、あのお話の途中なんですけど、俺たちなんか怒られてない。なんか、はい、次行きます、はい、川田ゆきな。はい、川田です。あ川田ごめんな。川田です。すごく突っ込まないけど。よく間違えられる。俺ホルダー5のいいな。ごめんなさい。ダメ。そんなにうるさくないもん。止めたんですと言っていた王子ですが、まあ、乗れる。乗れます、あずみ。本当本当に乗れますよ。スマホまで行っちゃうわ、ずっと二人ありそう。ありそう。立ってみてくださいよ。ちょうどいいよな。ほらおーおいいか、じゃあ行くか。ふいって書いてません。ホルダー5の秋名さん。私沖縄初めてだったんですけど、すごいいいところだから、プライベートで家族とかでも来てみたいなって。うん、本当？はい。それはあと恋人とボーイフレンドとこうなんか海。今度私高見沢さんと二人きりで来たいんです。ちょっと待って、あれ考えてみたらさ、明菜さんにだけは負けたくない。そうなんだ。だってそんな、いやしかもさ、秋名沖縄出身だからね。そう余計に。ま、マナミはどこなの出身は。千葉です。君ね、千葉可能性ないね、これ。この後、拓郎さんは沖縄の海岸通りをラブラブドライブ。ロマンチックだね。秋沢になって。秋沢になってロマンチックだね。こういう音の初めて見た。そしてギター弾いてる。どうだった？すごい嬉しいです。本当に？あ、そうよかった。この海を見なさい。君の海だよ。何言ってんだ俺は。なんかショックですね。何でそういうことじゃないか。なんで？神沢さんにこんなに裏切られると思わなかった。かなりショックですね。だけどホルダー5の方がやっぱりみんな優しくて、すごく話も聞いてくれるし、いいよって番組なんか言ってるじゃん。
なんか綺麗になったんですよ。前マジになってるな。限界してるんだよ。すごい、今の見てて、なんかドキドキしてます。ドキドキしてる？大丈夫か？いや、なんか取られそう。誰かに。本当に困るところが。っていうかね、僕ここ数年でね、あんたみたいな面白い大人見たことないです。